はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は船口の一番搾りの菊水の、熟成、赤色の熟成と書いてあります。吟醸生原酒、これも生ですね。で、製造日が、2013年の3月の28日なんで、まあ、4月ぐらいだから、半年ぐらい過ぎて。まあ、賞味期限はないんで、大丈夫だと思います。まろやかなうま口。船口の原料米をさらに磨き、熟し、出した、原酒を1年以上じっくりと寝かせました。従来の船口にはない芳醇な香りとまろやかな味わいが楽しめます。生原酒のため冷やしてまたはオンザロックでお召し上がりください。と書いてあるんですけど。まあ、安定のストレートでいただきます。アルコール度数が19度。原材料が米過去国産と、米麹過去国産米と、醸造アルコール。200ml のやつですね。うん。蔵元で1年間寝かせましたと書いてあります。この蓋の裏にですね、なんかいろいろ書いてあるんですが。熟成古酒の深い円熟味。うん。つまりですね、1年間寝かせた上に、さらにこのまま、半年寝かしてるわけですから、さらにうまいんではないかと、俺は思います。多分ね。え?なんか、湯気が出たんだけど。大丈夫かこれ。湯気っていうか、湯気じゃないんだけどさ。なんか、むわーっとなんか、しかもなんか黄色いんだけど、色が。微妙になんか黄色い。そしてですね、こちらは、何かというと、あっちゃ!あっちち。ここ何かというとですね、で、隣にはですね、まだ飲みかけのですね、酒が大量に、ね、残ってます。で、これ何かというと、安定の、まあ、豆腐なんですけど、前言った、まあ、新しいのまた買ってきたんですが、ケンちゃん、まあ、男前豆腐ですね。男前豆腐のまた新しいやつ買ってきたんですが、これがですね、また3分割されてて、あっちちちちち、あっちゃ!はい。見えるかな?はい。社会科見学出来たて、ケンちゃんってやつです。名前がすごいんですけど。まあ、繋がってるんです。3個繋がってて。社会科見学出来たて、ケンちゃんってやつ。これですね、何が何だかっていうと、何が出来たてかっていうと、これ結構薄っぺらいんですけど、ほら。こんな薄っぺらいやつなんですけど。このまま沸騰した、水の中に、お湯の中に入れてですね、入れて食べる。まあ、これで出来たての味が楽しめる的な感じなんです。ね。感じなんで。とりあえず。ほら。鍋に水を入れる。沸騰したら火を止めるとかいろいろ書いてあるんですけど。ね。じゃあ飲んで、食べてみたい。とりあえず食べようか。ね、これで3つで100円だったんで。安定の。ね。おぉ!このプルプルの、このプルプルの、あれですよ。プルプルの豆腐。おぉ!この豆腐の、汁がまず飲みたい。うん。うん、うん。甘い。
ものすごく甘い。はい、こんな感じで生姜用意してますね。ではまずそのままいただきまーす。プルプルプルン。おお、あ、これ出来たてだわ。あら、これ出来たてですね。生姜を乗せて、醤油入れて。うん。うん。ああ。じゃあ、船口いただきます。ああ、これは、また、コクが。あ、これコクが深いですね。なかなか。うん。甘い。甘くて。うん。なんかね。うん。甘い。だけど、なんか、香りが。うん。熟されてる感じ。うん。でもこれうまいな。普通にうまいぞ。うん。あ、生姜ね、100円で買ってきたんですよ。それをすりおろして。いや、やっぱ生姜はね、生のね、いわゆるチューブ的なやつ売ってるじゃん。チューブのさ、生姜みたいな。あんなのよかさ、絶対。てか、あれ、ねえ。だってあれで100円ぐらいでしょ？生姜の。チューブの。あんなの、あれですよ。保存料とかが、めっちゃ使われてますからね。当然ですけど。皆さんお分かりの通り。だってなんであんなチューブにしてるかっていうと、当然賞味期限の問題ですよ。長く持たせようとしてる。つまるところ、保存料、酸味料、かなり香料とか、いろいろ入れなきゃいけないっていうか、わけですよね。持たせるために。だから、味が。うん。ああ、でもやっぱ生姜うまいな。なんか、今日は暑いんだけどさ、無駄に体が温まるね。うん。うま。うん。いや、これもうまいわ。菊水。熟成。うん。確かに、なんか、普通の船口とか高いだけあって、うん、美味しいですね。なんか、なんだっけ、前飲んだ、菊水シリーズ一番高いという、言われる、あ、モニターに豆腐が。モニターに豆腐がついてる。一番高いというやつよりかうまいな。個人的に。前何飲んだんだっけ、黒いやつあったっけ、船口の。なんだったっけ。黒いやつ、こう。硬貨だっけ？なんか香る香りって書いて、硬貨って黒いやつですね。これよりか全然美味しいですね。うん。まあ、前の飲んだその黒いやつは、アルコールの香りに酒粕焼酎加えてるんですよね。うん。
個人的に船口シリーズでこれが一番うまいな。俺の中だと。黄色よか。こっちの方が全然うまい。うん。あと俺、新米新酒って俺飲んだっけ？緑色のやつがもう一個あるんですけど。これ飲んだったっけな？飲んでなかった気がするけど。まあ多分、これはそんなに。うん。やっぱね、見た感じで言うと、なんか、ここにね、グラフみたいなのが載ってるんですけど、甘口だとやっぱり一番これが甘いらしいですね、この赤が。うん。船口シリーズ。なんか、味わいマップとか言って、辛口甘口のとこに丸がついてて、淡麗濃厚のとこに丸ついてて、香り穏やか、香り豊かって、とこにも書いてあるんですけど。あのね。あ、やっぱ吟醸なんだ。あのね、なんていうのかな。いわゆる今まで飲んできた船口っていうのは本醸造と普通酒だったんですよ。あ、生原酒か。あれ？いや、一般的に本醸造だったんですね。ですが、吟醸なんですよ。まあ、この上のクラスになると、純米大吟醸とか、大吟醸とか、純米吟醸とかってなるんですけど。まあ、いわゆる酒のランクみたいなもんですよね。うん。やっぱり、これが多分、一番ランクが高いんじゃないか。まあ、値段はどうなのかしら。値段がね、200ml 缶で、これで、324円って書いてあるから、まあこれ定価でしょうね。で、さ、前飲んだ黒いやつが480円っていう。くっそ高い。で、黄色いやつが278円。うん。若干高いけど、こっちはね。でも、黒いやつちょっとバカ高すぎないか。緑色のやつ300円ですね。うん。これが一番うまいと思うね。俺の中だと。まあ、あくまで俺理論ですけど。はい。2個目食べまーす。社会科見学できたてけんちゃん。これもうまいな、やっぱな。さすがやって。やっぱり、こういうのはね、この男前豆腐店のやつはね、濃厚なのがね、すごい。やっぱり。ここまで濃厚な豆腐はね、俺食べたことない。濃厚すぎてなんか。甘いもんだって。なんかね、プリンみたい。うん。プリンっぽいよね。なんか豆のプリンかなっていう。うん。多分この船口の菊水の熟成もおそらく、まあ甘口だから、日本酒度は多分マイナス3とかじゃないかな。おそらくね。おそらく。日本酒度的にはね。はい、パンツです。今日暑いんだよ。マジで。パンツ一丁の、半袖一丁です。今日暑いよね。今日火曜日ですけど、今日休みなんで。ね。もう昼です、今。11時49分。もう酒を飲んでます。
あ、日本酒度マイナス4だって。うん。やっぱね、これ一番うまいわ。低水の。うん。なんか、うん。なんだろうね。っていうか、ぶっちゃけ黒いやつがまずい。はっきり言うと。別にうまくなかった。うん。っていうだけなのかも。ブログでですね、この船口の飲み比べしてる人がいますね。この赤と黄色のやつをですね、飲み比べてる人がいるんですが。まず、甘ーいと言ってるらしいです。言ってますね、この人。うちゃー甘ーいと。確かに日本酒っていうのは基本的に辛口が主なんですが、これは確かにものすごく甘いです、この酒は。船口シリーズ。うん。あ、この酒、この日本酒は加水してないらしいですね。だから19度って高いのか。通常日本酒っていうのは、まあ日本酒じゃなくても、なんですけど、まあ焼酎でもね、みんな25度じゃないですか、焼酎だと。日本酒だとだいたい14度ぐらいでしょ、みんな。それはなぜかっていうと、加水してるんですよ。水を加えてるんです。うん。まあなぜ水を加えるかっていうと、もう俺も知らないです。うん。けど、まあ少なくとも、ね、日本酒とかは、もともとはもっと高い度数なんですよ。だけど、これは加水してないアルコール度数19度とかなり高いと。まあ、だって、ほら、ウイスキーだって最初60度ぐらいなんだよ、あれ。確か。ウイスキーとか、あれもね、加水してますからね。あれ加水してんだっけ？いや、加水はしてないのか。あれ、樽につけて、あ、加水はしてんのかな。結局、樽にね、詰めてね、何年か寝かせるわけなんですけど、天使の分け前といってですね、その1年に数パーセント飛ぶらしいんですよ。アルコール度数が。それを天使の分け前と言うんですけど、まあ、天使にちょっとそれを、分け前をね、あげて、るんで、どんどん、その、アルコール度数が飛んでいくわけです。だから、熟成しまくると、何年も置くと、当然ながら、アルコール度数が、どんどん減っていく。うん。だから、もともとはね、アルコール度数は、60度とか70度ぐらい、確かあるはずなんですよ。ウイスキーとかもね。うん。まあ、焼酎とかも全部加水してますからね。芋焼酎とかもみんな25度に、ね、なるように加水して、やってます。うん。うん。ああ。うまいな。ちょっとこれロックで飲んでみようか。ちょっと、ね、ここに書いてあると、ロックで飲めと。ちょっと待っててください。
と氷持ってきました。ああ、もうだいぶ酔っ払ってきたな、おい。はい。それではですね、ロックでいただきたいと思います。ね。冷やしてまたはロックでお飲みください。頼みます、みたいな。まあ当然ですよね。ね、酒作ってる側からしたらやっぱり、最高の状態で飲んでもらいたいですもんね。最低の状態で飲んでまずいって言われて、レビュー広まったら大変ですからね。まあでもあくまで、まあ最高の状態っていうのは、まあ、その人それぞれですからね。まあ俺が、ロックが一番うまいと。ね、なるかどうかは全くの別問題ですけど。それじゃあ3匹目ちゃうわ。はい、男前豆腐3個目。でもこれ容量がさ 100g×3 なんだよね。なんか少ないんですよ、正直。前食べたほらあれよか、あれの方がでかかった。男前豆腐あれ温めた方が普通にいいんじゃない。うん、このね、こうパックから開けた時の汁がまたね、結構うまい。言い方あれだけど、汁が結構うまいですよ。うん、醤油をかけて。そして、生姜ですよ。この、おろしたて。生姜。やっぱりね、生姜、ニンニク、ネギはね、もうほとんど何にかけてもうまい。基本的に。そんじゃ、いただきます。ああ。ロックにすると、すっきり。すっきりとした、なんか、ありますね。俺、ニンニクちなみに超大好きなんですけど。うん。ニンニク大好きすぎてですね、毎週、俺が休みの日には、ニンニクをね、一株丸々全部入れた、まあ、全部すりおろして、入れたラーメンをね、毎週食ってるんですけど。ちなみに今日も休みなんで、それ食べます。うん。ね。まあ、基本的に臭くなる、口が臭くなるって言いますけども。別に。まあ、多分臭くはなると思うんですけど、俺の職場だとマスクをね、常に着用してるので、別にね、他人と話してても、まあ、そんなに、ほら、マスクがあるから別に、うん。そこまで、広がらないというか。うん。まあ別にそもそも、うん。まあ、そこまで、まあ、女性と喋る相手もいないし、うん。ね。口臭いって言われるのは、言われて困るような人間と喋んないですか？基本。うん。結局ね、男とばっかり喋るから。男と、まあ、女は喋ってもババアだからな。ああ、ババアですからね。別にどうたらどうということない。うん。ババアに口臭いって言われても、あ、そう。あ、そう。むしろ吹きかけてやるわ。っていう感じなんですけど。全く問題ない。ああ、うまいな。でもね、やっぱり、冷やして飲むよかは、個人的にストレートの方がうまいです。うん。飲んでみて分かったけど。やっぱり冷やして飲むと、このせっかくの香りがなんか、しぼむよね。
熟成されたこのコクとかが抑えられるんですよ。やっぱり。何でもそうだけど。何でもそうなんですけどね。温めて飲むと香りがものすごく膨らむんですよ。うん。で、その代わり、まあ、香りが膨らんで、コクが出るわりに、で、代わりにですね。まあ、非常に飲みづらくなるというか、まあ、いわゆる、なんていうかな。すっきりとはしなくなるんです。全く逆になる。うん。でもね、かといってこれをね、温めて飲むっていうのはね、まあ、このクソ暑い中で飲みたくもない。上に、そうですね。今現在が冬だったとしても、俺は多分、うん、ストレートで飲むのが一番うまいんではないかと。うん。まあ、なぜならば、やっぱり、お湯で温めて、っていうのは、本来の酒の状態じゃないですよね。うん。普段、その酒が、まあ、今までその樽で貯蔵されて1年経ってるわけです、これね。その状態はやっぱり常温なんですよ。うん。それの一番近い飲み方。で、飲むっていうのは、やはり、一番、逆に言えばうまい、うん、飲み方、なんではないかと。俺、基本的にやっぱり、ウイスキーでも、まあ、焼酎とかでもですね、基本的にストレートでまず飲むんですよ。うん。うん。最初からロックとかで飲むのはまあないですね。やっぱりストレートっていうのは全ての基準において、ノーマル。うん。まあ、いわゆる通常の状態に、うわ。通常の状態なの。うん。で、まあ、今日は寒いからね、お湯割りで飲もうとか、まあそれは別にいいと思うんですけど。少なくともそれは、あくまで人間が、作り出した、まあ、状態であって、自然の状態とは全く別物なわけです。ね。なので、基本的に一番俺が美味しいと思う。というか、そうですね。その酒の本来の味わいを楽しみたいとしたら、やっぱり、ストレート常温でいただくのは、うん。すべてだと思うんです。だいたいロックにするとね、何が悪いかって、これ氷が溶けていくわけですよね。溶けていくことによって水が加水されていく。加水されたことによってその味わいがだんだん薄くなっていくというか。ね、水で薄まっていくわけですから、度数も下がっていくわけですし、味わいも下がっていくわけです。うん。やはりね、すべての元凶はね、まあ、元凶じゃないですけど、ね、すべてにおいて、もう、ストレートで飲むの基本です、俺は。うん。酒に限っては。もうさすがにね、ファンタを、コカ・コーラをね、あ、常温で、じゃあいただきますとか、いう感覚はないですけど。うん。少なくとも、ね、酒に至って俺が、やはりここは、
まあ、そうですね。俺の中のポリシーとしては、すべてをとりあえず常温で飲んでみる。常温で飲んだことによって他の酒だって常温で飲んでるわけだから、あの違いというかその温度差的な意味での違いはとりあえず取り除ける。うん。で、まずかったらの話です。あ、これまずいなと。思ったらロックで飲むなり、お湯割りで飲むなりして、その、まあ、基本的にまずかった場合はロックですね。うん。基本的に。基本的にそのいろいろのその香りとかが飛ぶんで、ロックで飲むのが一番、ね。あれだとは思うんですけど。逆にうまいなってなったら、あ、じゃあちょっとお湯割りにしたらまたうまいかもな、みたいな感じでこう、どんどんこう、ね、ロックにしたらどういう味になるんだろうってこう、いうふうに、どん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 、その、美味しさを広げていける。っていうのかな？楽しみが増える。っていう意味では確かに、お湯割りとかロックとか、熱燗とかね。ありだと思います。ただし、少なくともその酒を初めて飲む状態でですね、いきなりロックとか、いきなり熱燗にしようとか、わけわからんことを抜かしとる、あの、うんち野郎は、死ね。とりあえずね、菊水のこの、ね、菊水酒造が何言ってるか知らんけど。これもう、あれですよ。完璧に、あの、冷やしてまたオンザロックの飲みくださいとか書いてあるけど、どう考えてもストレートの方がうまいって。何言ってんだって。船口、ちょっと、ああ、あれだぞ。菊水酒造、ちょっと。あれだ、ちょっと、ね。もうちょっと、飲む人の、ね、あれを考えた方がいいぞ、と。いや、菊水酒造は確かに、美味しいですよ。俺も日本酒の中で菊水酒造は一番、日本酒だと、やっぱり、あれですからね。もう僕の住んでるとこの、あれですから。やっぱり、あれだと思いますよ。一番、日本酒の中だと、一番美味しい酒造ではあるなと思うんですけど、まあ、それはまああくまで俺の、ね、地元だからっていう話なんですけど。でも、新潟県で菊水酒造っていうのは知らない人はいるのか？いや、わかんない。いるのか？新潟県って固定概念で行くとあれか。あれか。あれだけど。だってさ、多分新潟県でコンビニ売ってない店、ほぼないでしょ。船口の菊水。これの黄色のやつ。黄色色の、金色のやつ。これね、コンビニで売ってないとこないと思うんだよね。絶対日本酒のコーナーに確定で置いてあるから。それぐらい他の県の人は、まあわかんない。多分売ってないと思うんですけど。ね。少なくともそれほどの、メジャーなタイトルではあるんです。だから、菊水酒造っていうのはものすごく、僕の地元の酒であると同時に、新潟県の誇りでもある、酒造ではある。ね。まあですが、ロックで飲むことは個人的にお勧めしません。うん。ここは菊水酒造に、菊水酒造にですね、ちょっと、もう、俺から叱っときます。ね、クレームの電話として、すいません。ここの菊水の一番搾りの熟成の缶なんですけど、ここにですね、注意書きのところにですね、生原酒のため冷やしてまたオンザロックでお召し上がりくださいと書いてあるんですけど、オンザロックで飲んだらまずかったんですよね、って言って。
あの、ストレート飲んだ方がうまかったんですけど、これどういうことなんですかって。これマジで聞いたらどうなんだろう、これ。マジで、あの、対応するその人のあれを録音してウップしたいぐらい。あの、それはちょっと、あの、個人的に、あの、ね、味覚の違いがあると思うんで、あの、やっぱりそれはまあ、お客様の、あの、美味しいと思った方に飲んだ方がいいかと思われます、みたいな感じで来るのかな。これちょっと試してみたいですね。多分、録画してウップしたら確定で大荒れですけど、ニコニコ動画に上げた確定で大荒れの、荒れまくりの、あれあれあれって感じで。え、なんか誰か来たんだけど。ちょっと仕方しよう。それではですね、これはそうですね、四つ星。これうまいですよ。マジで。うん。四つ星。って言いたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。